ロバート・ラッシュウースはアメリカ空軍の X-15 のテストパイロットである。メーン州マディソンで生まれ、メーン大学で機械工学を収めて1951年に学士号を取得した。また1958年には空軍工科研究所で航空工学の学士号を取得した。1958年に X-15 計画に選ばれ、 1960年11月4日に初飛行を行った。その後の6年間に X-15 で34度の飛行を行った。特に1963年6月27日の飛行では高度28.5万フィートを超え宇宙飛行となった。1966年7月1日に X-15 の最終飛行を行った後は、 通常の軍の任務に戻り、ベトナム戦争にも従軍して F-4 で189回出撃した。エドワーズ空軍基地やカートランド空軍基地のテスト飛行センターの司令官も務めた。1981年6月1日に少将として軍を退役した時には、ライトパターソン空軍基地に務めていた。第二次世界大戦では党を操縦し、 また朝鮮戦争やベトナム戦争にも従軍した。1993年3月17日にカリフォルニア州カマリロで自然死した。1994年には死後に宇宙飛行通りに加えられた。ありがとうございます。